が栃木に攻め込まれる場面が目立ちます。トリニータもゴール前にボールを集めチャンスを作ろうとします。攻撃のリズムがつかめません。0対0で試合を折り返します。後半はトリニータが主導権を握ります。フリーキックから後藤、当たってんだ壁に。中出場の高松、ゴールには迫るものの得点を奪えません。試合終了間際、栃木のコーナーキック。混戦から押し込まれました。首位との勝ち点差を9に広げられる2対敗戦、順位も3位に下がりました。負けてしまって本当に僕も悔しいですし、